はい、こんにちは、レトスノーノです。2023年の宅建試験お疲れ様でした、えー。一番気になるところは合格ラインだと思います。で、大手の予備校だったり通信講座さん、合格予想ラインを発表してきておりますので、まあ、その点を踏まえて今年の合格点は何点ぐらいになりそうか、これをお伝えしていこうと思います。で、今回ちょっと例年とは違って、合格予想ラインがすごく固まっていたんですね。 で、それっていうのは37点プラスマイナス1点が合格点だよっていう予備校だったり通信講座さんが非常に多かったんです。で、中にはピンポイントでこれ36点が合格点じゃないのか、そういうところもありました。で、それらを総合的に評価すると、もう38点、これはもう合格でしょう。もう合格する可能性が非常に高いです。で、一方で35点、もうこれは不合格の可能性が非常に高いです。 で37点なんですけども37点であればおそらく合格じゃないのかなと私は思います一方で36点ここの方が一番際どい,いんですよもうこれはもう合格発表待ってみないとわからないとい、まあ、った感じです、まあ、合格発表が11月の21日なのでその合格発表を待ちましょうで35点以下の方はもう今から勉強を始めていった方がいいです今から始めないといけないのって思うかもしれないんですけれども 私たちレトスの受講者様を見てても40点以上取っている方は試験が終わったこの10月中に受講されている方が多いんですねその理由は長い期間理解学習を実践することができるからなんです質の高い勉強を長期間にわたって勉強することができるので合格できる確率も高まるんですね遅くから受講された方はやはり点数が徐々に下がってきます 三十九点だったり、三十八点とかになってくるんですね。合格できないわけではないんですけれども、理解学習ができる期間が。十月から受講される方と比べて、短くなるので、まあ、その分点数が落ちてしまうっていうのは当然です。また、理解学習っていうのは、理解学習をやろうと思ってできる方って、ほとんどいないんですね。人は習慣で生きる動物です。これまで勉強してきたやり方を変えるっていうのは、非常に難しいんです。 理解学習をしてきた人であれば今年の試験で40点前後取れたでしょう一方で35点以下だった方っていうのは理解学習をしようと思っていたとしても実際はできていなかった方またそもそも丸暗記学習をしていいたた方方そういった方がほとんどですおそらくそういった方は来年も同じよううに丸暗記学習やってしまうんですねそうすると来年も同じ結果になってしまいます 相当意識して理解学習に変えようと思ってやっていかないと変えることは難しいですし1週間に1回は自分自身理解学習できているかどうか確認するということをやっていかないといけないでしょうこれを自分自身でやっていかないとまたこれまでの勉強法である丸暗記学習に戻ってしまいまいす実際私たちレトスの個別指導の受講師様でもいきなり理解学習ができるって方はほとんどいないんですねでもレトスの教材を使っていただき 私とメールのやり取りをしていく中で、徐々に理解学習に変えていただくことが可能なんです。でもこの理解学習に変えるって言っても、やはり2、3ヶ月はかかるんですね。独学でやろうとなると、もっとかかると思います。ただ、この理解学習ができさえすれば、飛躍的に点数は伸びていきます。また、勉強が楽しくなってきます。多くの方が勉強って面白くないな、覚えようと思っても覚えられないな、そういった方がほとんどだと思います。 一方で弊社レトスの受講生さんからのメールを見ると勉強が楽しくなってきましたそういうメールも多いですそういった意味でもぜひ理解学習に変えていただければと思ってます卓研に合格するためには勉強量だけではダメなんです勉強の質も上げていかないとダメなんですね実際丸暗記学習で何年も何年も落ち続けている方いらっしゃいますそれって理解学習ができていないからだけなんですねその方が頭が悪いからじゃないんです 単に理解の仕方が分かっていないからまたそれを実践できていないからなんですなので理解の仕方が分かってそれを実践することができれば卓研試験は誰でも合格できる資格ですなのであなたにもぜひ理解学習を実践していただきたいと思っておりますそして今回来年こそ絶対合格したいそう思っているあなたに3つの動画をお送りさせていただきます 一つ目の動画では合格できる勉強の仕方と合格できない勉強の仕方について細かく解説していきます。これはこの動画の後半でお伝えします。そして明日二つ目の動画では理解学習の中でも最も重要な問題文の理解と質問内容の理解について具体例を入れて解説させていただきます。そして明後日三日目は理解学習を実践していただき続けていただくために時間の使い方と 勉強のの習慣付けのノウハウハについいてお伝えをいたします今日を含めた3日間の動画全て重要なのでぜひご覧くださいそれでは1本目の動画をどうぞで今回1回目の動画では丸暗記学習では合格できませんよということと合格するためには理解学習が必要なんだよということをテーマにお伝えしていこうと思いますこれまで勉強してきて1回でも落ちた方はこれからお伝えをする勉強法を行っていないか ぜひ確認してみてください。これから初めて勉強する方は、このような勉強したら落ちてしまうよっていうことを頭に入れながら、これからの勉強を行ってみてください。今からお伝えをする勉強の仕方は間違ってるんだ。これでは合格できないんだということを頭に入れながら、これから勉強を進めていきましょう。ではまずはじめに合格できない勉強の仕方をお伝えします。それは参考書と過去問集だけで勉強している方です。 で、卓の合格率見ると、大体15%から18%の間です。で、そうすると、約85%ぐらいの方が落ちているわけですよね。で、この落ちている方のほとんどが、丸暗記学習をしています。参考書を買って、その内容を読んで、で、過去問集を解く、問題集を解く、で、これを何回も何回も行って、8割以上、9割以上解けるようにする。こういった勉強をしている方、多いと思います。このやり方やると、 もちろん過去問の点数は上がります。過去問10年分、15年分、40点以上、45点以上、コンスタントに取れる方もいると思います。また予想模試でも40点以上、45点以上取れるように復習する方もいるでしょう。でも、本試験になると合格点が取れないんです。それはなぜか。それは参考書や過去問集の解説に理解すべきところまで記載がないからなんです。そのような理解すべきところが記載がない状況で、テキストを丸暗記、 過去問集の解説を丸暗記したところで理解できていない以上真の実力ってついていないんですね過去問はほとんど丸暗記しているからもう答えも覚えているでしょうだから解けるんですで予想もしも過去問をちょっと変えたぐらいなんで過去問を丸暗記している方でも比較的いい点数を取る方多いですでも本試験となると緊張して頭が真っ白になって覚えた内容を忘れてしまう結局合格点が取れない落ちてしまう また予備校です予備校で先生が解説する講義また予備校で支給されるテキストや演習問題の解説そういった講義や教材の中にも理解すべき点まで記載していない場合が多いんですね先生の講義であっても理解すべきところまでお伝えしているところって少ないですでそれはなぜかというと講義って時間に限りがあるからなんですね 結局、理解すべきところまでお伝えしようとすると、カリキュラム通り進まないってなるんですよ。なので、結局、ポイント重視の勉強になっちゃう。つまり、ポイントを丸暗記する勉強になっちゃうんです。また、予備校の教材についても、理解すべき点まで書いてある教材、少ないです。通信講座も同じです。通信講座の DVD の内容、またテキスト、過去文集の解説、そういったものにも、理解すべき点まで教えているものは少ないです。なので、結果的に、 予備校生の方も通信講座を通っている方も独学の方と同じように理解学習ができず落ちてしまうそういった方が非常に多いです大手の予備校や通信講座に通えば大丈夫だろうって思っているかもしれないんですけども実際のところは理解学習まではできずに落ちてしまうんですね一方私たちレトスは丸暗記学習ではなくて理解学習をお客様に実践していただいております 実際に個別指導の受講者様については4年連続で7割超えの合格率を出したこともあります。弊社の個別指導の受講者さんっていうのは元予備校生とか元通信講座の受講者様、この方々が半数ぐらいです。約半分ですね。で、残りの半分が独学で勉強されてきた方、または初めて勉強される方です。そして元予備校生や元通信講座の受講者様のグループと独学で勉強してきた方、 また初めて勉強する方のグループを比べた時に合格率って正直あまり変わらないんですよ。一見すると元予備校生や元通信講座の方の方がこれ合格率いいんじゃないのかなって思われるかもしれないんですけども弊社の受講者まで見るとほとんど同じです。つまり何が言いたいかっていうとでなんですよ結局は理解学習をどれだけやったかが合否を決めるんだっていうことなんですね。 実際過去の受講師さんで中卒、元飛び職、法律知識が全くゼロという方がいらっしゃいました。その方は分数計算できません。その方はたった3ヶ月で一発合格しました。7月中旬頃に受講していただいて、その年の10月の試験で合格していただきました。またシングルマザーで育児と家事、さらにはダブルワークをしている受講師様、0歳児か1歳児だったので、育児が非常に大変だった方なんですね。 なので30分っていうまとまった時間を作ることができなかったんです。その方には5分とか10分とかそういった細切れ時間を作っていただいて一発で合格していただきました。また71歳で高齢になって記憶力に自信がありません。それでも合格できますかそういったご相談をいただいた方。その方には卓剣合格するためには記憶力ってそんなに重要ではないですよ。理解学習ができれば記憶力が衰えている方でも合格できますよ。 そのようにお伝えをしたんですね。その方も1回で合格していただきました。70代の方だけじゃなくて、60代の方でも記憶力が衰えてきているなって感じる方いらっしゃると思います。そういった方でも大丈夫です。年齢とか、環境とか、法律知識のあるなしとか、勉強の得意、不得意とか、そういったものは関係ありません。個別指導の自己主様の中で、初めて、えー、達合格目指したいっていう方がいらっしゃったんですね。で、その方は会社員だったんですけれども、 その社内に慶応大学卒業している方がいました。で、その方は、宅建に一回落ちちゃってるんですね。慶応大学っていうと、日本の大学の中でもトップクラスです。その方は勉強していたらしいんですけども、落ちちゃったんですね。つまり、勉強の仕方を間違えてしまえば、高学歴の方でも落ちてしまうんです。で、一方で、弊社の個別指導を受講していただいたその方は、その年に一発で合格していただきました。結局のところ、学歴も関係ありません。 卓研に合格するための勉強の仕方を知ってるか知らないか知っていてそれを実践できるかどうかこれが重要なんですね理解学習ができれば誰でも合格できます次の動画では理解学習について具体例を入れながらお伝えをしますので是非次の動画もご覧くださいあなたの卓研合格を応援しております最後までご覧いただきありがとうございました卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう